これを登ればだよ。登れん、あ、登るって出た。おお、すげえ。登ってる。素晴らしい、来たー。来たー、これなんだ、これ気持ちいい。え、まだ登るって書いてある。来たー。おりゃー、素晴らしい。よし、登った。登ってきた。なんだ、とりあえず光のある方向へ。しら、ゾーラシ外伝その2、シド王子の魔物退治。ある時、果ての海に山のように巨大なオクタロックが現れ、漁をする民を苦しめていた。困窮する民を見かねたシド王子は、自らオクタロック退治に乗り出された。だが、吐き出す岩を避けた一瞬の隙を突かれ、王子はオクタロックに吸い込まれてしまう。今まで幾人もの強者が挑んだが、体内に吸い込まれ戻ってきた者はいない。皆が絶望に顔を覆ったその時、オクタロックが巨大な体をよじって苦しみ始めた。やにわにオクタロックは腹から銀鱗の槍の矛先が突き出てギラリと光った。なんと、吸い込まれた王子が腹の内側からその剛腕で槍を幾度も突き刺していたのだ。オクタロックはたまらず王子を吐き出し、ハウハウの体で逃げ出した。これが果ての海に伝わるシド王子の武勇伝、オクタロック退治である。まあ一応読んだけどね。あれ、こっちか。あ、なんだ、あ、おお、マックス、大マックスラディッシュだ。これも登るのが、なんだ、頑張ります。食べれるといいな。なんか取るって出たのか、登るって出ないのか。こりゃあった。うわ、なんだあれ、一応登れんのこれ。登れんのこれ。おお、ちょっとずつ登れはするんだね。でもなんか怪しいよな。
なんだ、あ、なんか書いてあるやん、書いてあるやんだって。この先度胸試しはほどほどに、ってことはこっち行くってことだよね。これだ。うお、来た。なに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 。え、マジで？呆然自失。なんで？これを20本貯めればいいんでしょ？うほー、これきつくない？20本。1本は取れたけど。こういうこと？倒さなくてもいいから20本持ってこいってこと？勘弁して。ちょっとちょっと。うっそ、なんか、うへ！黄色になってるし、高評価よろしくお願いします。